調理コンサルタントの森山チャンネルです。今回は赤プリ勤務時代のお話の第4回目、第3回は入社してすぐぐらいのお話が中心でしたが、第4回は、実際に、4月4日に入社して本採用までが6月15日なんですよね。2ヶ月近くあって、その間に、社員旅行っていうのがあったんですよね、5月に。で、その社員旅行の場所っていうのが、苗場。で、その研修の時は宴会調理っていうセクションに一応仮配属みたいな感じだったんで、これはホテルとか知ってる人はわかると思いますけど、ホテルの中枢は宴会調理なんですよ。ね、宴会調理。中枢は宴会調理なんですよ。中枢にいたんですね、研修の時までは。だけど、まだ学生気分が抜けなかったんでね。ポイントは、社員旅行の時だったんですかね。それで、5月に社員旅行で、苗場プリンス。夏の苗場というか、春の苗場ですか。しかも新入社員で入ったばっかりだし、いろいろあって、だからゴルフをやる人たち、そのままそこにいる人たちとか、なんかスケジューリングされてた記憶はあるんですけど、この宴会調理、やっぱり中枢ですから、そこに、しかもその時一緒に社員旅行行った方がですね、その時の副料理長っていう、日本のフランス料理界でも、赤プリの中ではもうピカイチみたいな、そういう方と、同じ日に社員旅行だったんですよね。で、私の記憶だと、その方と、あと他の宴会調理の先輩たち、そこに新入社員5人。で、要するに、部屋、苗場の部屋に行ったら、苗場の多分料理長とか多分そういう偉い人たちだと思うんですけど、が顔を出してですね、もう何屋さんのよくしていただきました、みたいな感じでオードブルのすごい盛り合わせとかいっぱい出てきて、あとビールとか、飲み物もみんないろいろ準備してもらってて、こんな空気感なんだと思いながら見てた記憶があります。その後、これがまた、ちょっと、そういう習慣がなかったというか、何なのか、その、副料理長って方が、やっぱすごすぎる人なんで、他の先輩とかも固まってるんですよね。だけど、僕は高校卒業してすぐだったから、その感覚があんまり、ちょっと、なくてですね。なんでこんなにみんなシーンとして、いるんだろうぐらいな。と思って、部屋の扉が開いた外を見るとですね、仲良くしてる寮の先輩とかみんな楽しそうに駆けずり回ってんですよ。これまた。楽しそうだな、そっちの方が、みたいな。だけど、そこの部屋の中はみんな氷固まってる、みたいな。それで外見ちゃったのがね、良くなかったんでしょうね。だからそっからちょっとしたら、もうそろそろ飲もうかみたいな、いただきますみたいな、それで飲み始まったけど、私たち一応ちなみにまだ18歳ですからね。その昭和の頃は多少そういうのも良しとされてた時代ではありますけど、ひとまずそういう空気感なんですけど、外が開いてるのを見ると、みんな外楽しそうに、外というか、その同じ寮の人とか、身近な人たちが楽しそうにやってるのがちょっと羨ましく感じてしまったのか。バカをしたんですよね、多分ね。
まあ、ブレイクをしちゃいけないんでしょうけど、なんかブレイクをしたんでしょうね。まあ、そういうようなまだ青い頃でした。まあ、それでその社員旅行の時は、そんな感じだったんですけれども、やっぱりその日本を代表するフランス料理の重鎮の方から私を見ればですね、なんてバカなやつなんだと、本当に多分そういう判断になるんでしょうね。だから宴会中央理にひとまず、まあ、研修中は宴会の中央所属みたいな立ち位置でいたんですけど、まあこれは本採用ってなるとき6月の中旬なんですけど、そこで配属先が言い渡されると、まあその言い渡されるちょっと前になんか呼び出された記憶があるんですよね。直接呼び出されて、おっ、俺はもうこの宴会でやる気持ちあんのかみたいな、なんかそんな口調だったんで、はい、頑張りますよ、やりますよみたいな、なんか言った記憶はあるんですけど、配属された先がロビーラウンジファウンテンテラスという場所でありました。まあそれ以降のお話は次回以降したいと思います。